コンの総来場者数が、恐ろしいことに、3月に開業した日本ハムの新球場エスコンフィールドと周辺の商業施設などを含めた F ビレッジへの来場者が本拠地最終戦で300万人に到達した。球団が年末までに目標として掲げていた数字を3ヶ月前倒しでクリアしたことになり、小村勝球団社長はこんなチーム成績でこれだけのお客様に入っていただけている。感謝しかない。と語った。公式戦の入場者数は188万人。試合のない日200万人以上が球場に来たことになる。だって周期練習もやるんだろ。選手たちの練習見ながらビール飲めるとか最高じゃねえか。あなたのコメント見ただけで行ってみたくなるわ。広報腕組監督気分でビール飲めるとか楽しそう。平日でもキャンプが見れるとか優秀。110万人が試合のない日に来た開業日から300万人達成日までの間120日くらいは試合のない日だったと考えると、試合ない日でも平均9000人以上来てるってことになりますね。それだけ魅力ある場所なんでしょう。素晴らしいことです。これで日ハムの成績が上向けばさらに大盛況となるでしょうから、エスコンはいよいよ安泰と言って良さそうですね。北広島市とともに末永く繁栄されますよう応援しております。来場者の伸び率を考えると新球場のご祝儀もあっただろうけど、それだけじゃないよね。本当にすごいと思う。札幌市と北海道新聞がズブズブなのでネガキャン記事は多かった。それを跳ねのけた話題性と集客は初年だとしても素晴らしい。新庄剛志監督は PR 術も長けている。タッツはそのような話術をオフの期間で再確認するべき。エスコンは行ってみたいと思わせてくれる球場。下克上成功の明るいニュースは大歓迎ですね。新駅ができて大学も来る、あと巨大なショッピングモール何かができればかなり魅力的だろうね。当別から大学移転ドーム前に新駅人が来る要素しかないな。ちなみに同心はエスコンに人が集まりすぎて渋滞して地元民が大迷惑という記事を掲載。同心は札幌ドームのスポンサーでもあるし、前々から札幌ドームラブなんか変棚を載せたのも同心だし、そのくせエスコン完成して一番目立つところにさっさと広告出してる、あのズーズーしさと面の皮の厚さはさすがだな。エスコンの観客動員に一番貢献したのって正直札幌ドームよな。あの扱いがあったからこそハムファンや道民だけやなくてプロ野球ファンがみんなエスコンを応援してた。こんだけの来場者数だとエスコンだけでシャウエッセンの消費が凄まじいことになってそうだし、親会社マジで喜んでるだろ。席買ってじっくり野球見るのもいいし、入場券だけ買って飲食メインでたまに立ち席で試合眺めるのもいいし、いろんな楽しみ方ができる球場だなと思いました。飲食企業の球団だから言い方悪いけど、今まで殺度で出店できなかったのが相当痛かっただろうからね。ただ当然で売り上げ上げれるようなもんだからな。選手の契約もプラス出来高とかの金額もいろいろつくだろうし、球団の土台作りしてさらなる補強もするだろうね。札幌ドームはさっさと更地にしてコストコにでもするんだな。エスコンはそれを尻目にどんどん集客を増やして北海道のメッカになっていくに違いない。外部に委託してるか自力でやってるか知らないけど、日ハムの集客する力ノウハウはすごい。楽に札幌ドームは本当にお粗末ファイターズの集客力があったから成り立ってたのに、自分らの手柄だと勘違いしてるお役所仕事って感じやな。さすがただの天下り施設。それがわからないから新モードとか需要わかってないの作るんだろうけど。建てたの600億円ですか？予想よりかなり早く回収できそう。そう考えると安いな。この建物国立競技場とはえらい違いだ。暗幕は100年経っても弦を取れそうにありませんね。札幌ドームに道場は一切不要。札幌ドーム下水道店は渡さない。下水道店で黒字待ったなしの札幌ドーム、笑いの悪口はやめてくれメンス。一年中下水道展示会をやるしかないな札幌ドームは。ハムいなくなって殺度一気にキャパ持て余しになったからな。だからってキャパ半分にすればええんやって発想になるのがなんとも。殺度は解体一択と言いたいところだが、札幌市民の方々は税金垂れ流しても殺度を生かしたいと思いのようなので、どうなろうと知ったこっちゃない。この問題が明るみになってから市長を再選させたからね。自分たちの税金使って殺度を維持してくださいという意思表示でしょう。札幌ドームの屋根をスライド式に改造して天然芝に張り替えてはどうですか。もう札度は更地にして太陽光パネル敷いとけばいいんじゃないかな。改めてすげえな。札度の嫉妬を鬱になってしまうな笑い。さあ試合への集客にとどまらず、初年度からすごい集客を記録したエスコンフィールドですが、2年目の今シーズンはチーム成績と集客のさらなる向上は見込めるのでしょうか。ぜひぜひ皆様の考えも教えてくださいね。ご視聴どうもありがとうございました。